岸田翔太郎総理秘書官辞職についてお話をします。はい、本日ですね、岸田翔太郎総理秘書官辞職の報道がなされました。岸田翔太郎総理秘書官はですね、はい、岸田首相の息子さんであるということでございます。32歳と、ま,あ、まだまだ若いですので、 まあ私はね、これから、人生これからだと思っております。今回ね、あのちょっと苦い思いをして失敗をしたということになりますが、これにめげず失敗を糧にして、今後のね、人生に生かしていただければなと考えております。世間的には結構ね、叩きまくる雰囲気がまあありますので、こういう意見があってもいいかなとは思っております。YouTube なんでね、YouTube 動画にはね、そのうち翔太郎危険とタイトルのね、動画が 上がるのか上がらないのか分かりません。はい。ちょっとね、かうん。とりあえずね、えー、それはさておき。まあ、いろいろとね、これについて話が、話がというかね、えー、憶測なのか事実なのか、ちょっとよくわからない情報がありますが、一つはですね、6月1日付で辞職ということが、まあ、話題となっております。これによって、夏のボーナスが入るのかどうか、みたいなね、えー、ところも、あの、されております。ちょっと私はですね、その6月1日にすることに、 によって夏のボーナスが支給されるのかっていうのはね、ちょっと正直よくわからないところがあります。5月がもうすでにね査定期間に入っているので、そ,その今度はどうなのかなと思いますけれど、まあ、6月ね1日にボーナスがもらえるからということもですね、それぐらいいいじゃんと思わない。 わけでもありません。ということまあ確かにね、批判はわかるんですけれど、仮にね、6月1日にするから、まあもらえるということでも、まあね、大事にね、使ってくださいという思いでもありますけれども、なかなかね、いろんな意見があるとは思います。で、まあ今回ね、あの、岸田翔太郎総理秘書官についてはですね、まあ文春法が飛んだということになります。 今回の件はですね、首相皇帝で親族との忘年会をね、していたということで、お友達読んで、えー、ね、いろいろと、まあ、さは、写真をね、撮ったりしていたと。えー、で、内閣が、内閣、 内閣改造とかね、あの、あるいは、新しい内閣発足の時に、赤絨毯の、赤じゅの階段で、まあ、撮る写真、写真をね、えー、撮るところで、まあ、その、ね、お友達と一緒に、まあ、写真を撮っていた、などのね、ことが、まあ、明るみに出たということでございます。忘年会ということなので、えー、今更出るということで、えー、まあ、いろいろとあるんでしょうけれど、まあ、そうですね、えー、個人的には適切であるとは思いますけれどね、忘年会、 をね、あの、するのであればですね、個人的にはね、首相皇帝をもっと、えー、オープンにしてもいいんじゃないかなとは思いますけどね。はい。それがね、できないならやっぱね、忘年会は不適切だなとも思います。はい。で、あとですね、海外に、 出張に行った時にですね、公用車を使って、まあ、観光されていたみたいなね、報道も、えー、あったとは思います。何かとですね、文春法の、まあ、ネタにされる方であったかと思いますが、その辺もね、若気のいたりみたいなところなのかなと思います。あとね、あの、女子大生と、まあ、ホテルに消えたみたいな、そういう文春法もあったかと思います。はい。まあそういう意味ではですね、結構、えー、なかなか、ね、あの文春法歴が この短期間でね、結構ありますので、そういう意味では、ちょっとね不不、不謹慎な言い方ですけれど、ある意味、何らかの才能はあるような気はしますね。えー、ということで、今回ね、あの内閣支持率がまあ発表されて、先月が52%だったんですけど、今月がね47、47%と、まあ5、5ポイントね、低下しております。 えー、岸田首相といえばですね、まあ、G7 ね、今月ありましたけれど、G7 ね、大成功させて、えー、にもかかわらず内閣シリーズがね、これなので、ま、いろいろとね、あの、そ、そういうし、 支持,支持率、まあ、低下はね、もちろん影響していると思います。で、あともう一つね、トースポに書いてあったんですけれど、文春法第2弾が、今週予定されているということみたいですね。今週発売される週刊文春に、えー、ね、さらに岸田翔太郎の3のね、あの記事が、まあ、あるということで、この辺も加味して、えー、今、 じ、じ、辞職というか、まあ、今回ね、あの、まあ、事実上の更迭ですよね、えー、されたんじゃないかなとは思いますけれど、とりあえずね、私は、ま、繰り返しになりますが、まだまだね、32歳と、ま、若いので、人生これからということをですね、最後にエールを送りたいと思います。というわけで、まあ、世間一般の意見とは全然違うとは思いますが、失敗をね、えー、生かして、えー、人生豊かにしてほしいと思います。せっかくね、あの、岸田首相の、 息子さんとして生まれたんですから、そ、それだけでもすでにね、運を持っていると思います。特殊なね、能力といいますか、そういうのもね、もしかしたらあるかもしれません。ということで、とりあえず、えー、そういうことでございますので、まあ皆さん、反対意見たくさんあると思いますけど、それもね、含めて、このコメント欄に書いていただければと思います。というわけで、ちょっとね、ぐだぐだになりましたけれど、えー、以上です。 グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。どうもありがとうございました。